回。はい、こんにちは。はい、こんにちは。長野インターネット放送局と申します。はい、今日は、長野県は千曲市、はい、漫画館の前、はい、この駐車場来ておりますけど、はい、ちょっと変わったイベントがあるっていうので来てみました。あ、はい、ありがとうございます。そこの責任者をされている方に来ていただきました。すみません、自己紹介お願いします。はい、私は山形県から今回来ました。ほいほい、一般社団法人日本ムエタイ連盟の代表理事の斉藤と言います。斉藤さん、はい、今やっていたのはムエタイというスポーツなんですか？はい、そうです。タイの国技ムエタイです。このスポーツの特徴は何でしょうか？ムエタイはですね、まあ、私がこの競技に憧れて始めたきっかけとして、はい、立ち技、立って行う格闘技で、はい、世界最強と名高い競技でして、はい、日本のキックボクシングの、まあ、元となった、スポーツというか格闘技になります。なるほど。一般的な、格闘技とムエタイで大きく違うところというと、はい、肘と膝によるその攻撃、まあ、かなり殺傷力の高い、攻撃がまず主の武器であるっていうところもムエタイの特徴ですし、あとはスタンドレスリング、立った状態で組みついて関節技であったり相手のバランスを崩したりして、崩れた相手に肘や膝を入れるっていうようなことが認められています。その他日本で皆さんが見るスポーツと大きく違うところとしては、後頭部、頸部、あとは背部、腰部、いわゆる後ろですね、後ろに対する攻撃が全て有効になってます。ですので危ないものを認めているというところで、その立ち技の中で世界最強と名高いというところ。世界最強という意味は、はい、危ないっていうことなんですね。危なさももちろんですね、やはりなかなかその実際取り組まないと対応できない技術が非常に多いのがこのムエタイという競技の特徴だと思ってます。まあ、今回縁があって地区として行われるようになったんですけど、はい、斉藤さん自体ムエタイとのこう縁というのは何かあったんでしょうか？はい、ですね、私実はムエタイを始めたのは非常に遅い人間でして、社会人になってから、30になってからなんです。おお、それはかなり遅いかもしれない。かなり遅いです、でも、まあ、やっぱ強さに対する憧れっていうのは男性でしたので、まあ、やっぱり山形では他にやってる人がいませんでした、はい、そういった中でね、やはり山形に滞在しながら強さを求めていくという中で、どうしてもこう憧れとしてムエタイがありましたので、ムエタイに似た格闘技のキックボクシングの方をですね、はい、の大会に出てベルトを取ったり しながら本国タイに渡って、で会社員をやりながらですね、うん、タイに滞在したりタイでトレーニングしたりと。そうです。そうこうしながら、4年35ですね、5年後に山形県でこのムエタイの競技普及に取り組むために会社員を実施して、山形県初となるそのムエタイのジムを、まあ、作っても、今年で10年目になるという。じゃあベテランですね。まあ、向こうから帰ってきて、はい、まあ、今日もまあ縁があったわけなんですけども、はい、その千曲市では多分ないんじゃないかなと思うんですけど、それは今後どんなふうに希望を持っているんでしょうか？はい、ですね、今回は私たち、タイ国技ムエタイの競技普及というもの、競技ですね、ただ競技ってもいろんな普及の仕方あります。例えば、試合、強い選手を育てる、こういったものが一般的に格闘技の世界分かりやすいところなんですけれども、今回のコンセプト、どういったものがあるかといいますと、私たちは、まあ、ムエタイの専門家としてムエタイの体験会を、提供させていただいてますけれども、この会場の有効活用、利用の仕方の一つの、としてですね、例えばこういったスポーツイベントを開催することで、誰にでもこう安全に楽しんで、で体を動かしてもらう、体を動かすことで参加者の健康増進であったり、スポーツを始めるきっかけにつながることもあると思います。それは何もムエタイでなくてもいいです。キックボクシングでなくても他のスポーツでもいいと思います。であとはですね、やはりこうやってこう立ち並んでるお店ですね、
タイの、タイ人の方のタイのお店も1点、2点、3点、4点ですかね、その他にも、地元 の、 あの野菜であったり、地産のもの、一緒にね、あの横並びになって、うん、こういったことで、やはりあのイベントをすることで参加者が来ると、ここに、座ってもらって、で5分いるだけで、例えば、食欲が湧いてきたり、はいはい、うん、まあ、飲み物が飲みたくなったりということで、にぎわいがこう作れる、うん、あと、まあ、それって地域の活性化につながることだと私は思ってます、うん、で今回ですね、あの私たちがきっかけで、このイベントはさせていただきましたけれども、うん、例えば来週以降、あ、なんだここの会場ってこういった使い方できるんだって、うん、おそらく地元の方が気づけたんじゃないかなと思います、うん、あ、実は私はこういうことをやってるんだけれども、この場所使ってこんなに人が集まるんだったら、ここでちょっと来週借りてイベントやってみようかなとか、うん、春になったら、夏のイベントにとか、いろんな使い方がこう出てくると思います、うんうん、そういうことでこの、千曲市のこの稲荷山地区の、あの活性化に、つながればいいなっていうところも、今回のこの体験会を開かせていただいた大きなきっかけの一つになってます。千曲市とは何か縁があったんですか、ね、ですね、実は、こう市の方でそういった活性を、したいというような、はいはい、まあ、市としてのですね、方針をですね、まあ、こうご紹介いただいて、はい、実は私たちこういったイベントを昨年山形県で40回ほどやってるんです。お、素晴らしい。地元山形で、非常に、忙しくてですね、まあ、1年間で52週から53週ですから、ほぼほぼ1年間毎週そうですね、本当に忙しかったです、うん、でそういった、活動を行うことで競技の普及も進みましたし、あとは参加された方の健康増進であったり、あと、地域の活性、こういったものに、まあ、非常に、まあ、そういったものをですね、創出することができたので、そういった、まあ、実績の方を、ご報告させていただいたところ、ぜひこの千曲市の稲荷山地区でも、うん、ちょっとそれをやってもらえないかというような、うん、まあ、依頼を受けまして、今回喜んで、うん、来させていただいたというところです。今回のイベントはですね、タイ国政府観光庁様からご講演いただいて、はい、開催させていただいてます、うん、もう政府の、まあ、お墨をいただいてるといったらちょっと大げさかもしれませんけれども、タイの、ファンを増やすっていう意味で、活動しているものを評価していただいて、ご講演をいただきながら、今回もこの千曲さんにつながせていただいたと。斉藤さん自体も、はい、こうなんかこう夢を、目標があると思うんですけども、はい、その辺はどうでしょうか。はい、ですね、私が、目標として目指しているのは、このタイの国技ムエタイ、まあ、タイ王国の国技なわけですけども、これをですね、日本の国民スポーツにしたいなという思いがあります。もう日本の国民が、日本国民がですね、タイのだからっていうことじゃなくて、タイのスポーツなんだけれども、日本でも日本人がすごくこう盛んに取り組んでるっていうような、ものにしたいなという思いがありまして、実は山形県では全国で唯一、県の公式スポーツになってまして、公立の中高生が部活動としてムエタイに取り組んでるんです、はいはいはい、そんなところあるんですね。これが山形県、我々山形県の取り組みなんですけれども、そういった取り組みが先で、はいはい、その結果としてやっぱり競技普及が進んでいったものでしたから、山形県内各所から、それこそですね、JR の、JR の駅の改札口前でもやりましたし、山形では JR 駅前でもやりました、県の公営鉄道、長野だと信濃鉄道と同様の公営鉄道の駅前でもしましたし、空港でもやりました、あとは道の駅でもやってます。体育館だけでなくて、もちろん体育館でも体験会やるんですけれども、こういった屋外で、もう本当に公園とか都市公園とかそういったところを使いながら、昨年は県庁の中でもやったんです。すごい。体験そのものは別にリングに上がって、こうリングもね、分かりやすくていいんですけれども、やっぱりこう凝々しくなってくるとちょっと怖いなって思ったりとか。そうかもしれないですね、そうですね、やっぱグローブとかバンテージとかリングとかっていうのは格闘技のいい象徴でもあるんですけども、まあ、ネガティブな部分としては怖い、痛いっていうところからなかなかこう一歩踏み出すのが
あの難しかったりすると思います、うん、そういったものをですね、こういったあのいつでもどこでも、もう駅前でもやります、駅中でもやります、県庁でもやるし、空港でもやるし、で今年は市役所でもやります、はい、うん、市役所のロビーでやるんです。どこのロビーでやるんですか？山形市の市役所のロビーです。市役所に来庁した方、事務手続きで来庁した方がなんかやってるなっていうことでこう、うん、体を動かすきっかけを作って、でそこからあのご自身がね、やってみたいなと思えば、まあ、そういったムエタイのジムに問い合わせするのもよしですし、ムエタイに限らず、うん、他のスポーツでもいいと思うので、うん、自分が楽しめるものをこう見つけていただいて、そういった中で、何かこう体を動かすきっかけにつながれば嬉しいなと思ってます。今後の目標は何でしょうか？はい、そうですね、やはりあのこの競技をですね、まあ、山形の中では、山形県の中ではもうかなりあの競技普及の方は進んできているので、こうやってですね、あの、まあ、地域と、あの、まあ、開催地域とあのこう活性化に、まあ、貢献することもあのできるっていうのが、分かりましたから、あの、まあ、他県他市の方にですね、同じような取り組み働きかけをさせていただいて、どん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 こう怖いもの痛いものでなくて、子どもでも、今日もですね、あの、あれですよね、近場の、こう障害を持って来られてるあのお子さんなんかもたくさんあの参加していただいて、うん、もうあの障害がある方でも楽しめるし、女性でも楽しめる、あの子どもでも、その年配者でも、うん、怪我なく楽しめるということをこうどん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 広めていきたいなと思ってます。なんか護身術みたいにもなるんですかね？そうですね、もちろんあの自分の身一つ守れるぐらい の、うん、あの強さが身につけば、まあ、必然的にそれはあの護身にもなるでしょうし、あとはやっぱりあの人なんか格闘技やってるんだってって言うと、それだけで、うん、例えばですけど不尊な心を持った人がなんかこう近づきづらくなるというか、強い人には寄っていかないじゃないですか、そういった人って。弱い人を狙う、強くなれば、でじゃあ 何をもって強くなるかというと、ご自身の半年前とか1年前と比較して強くなっていれば私はいいと思うんですね。それだけで自信になると思います。練習をした結果、痩せた、お腹が引っ込んだ、お腹が割れたとか、人それぞれみんなあのね、こう喜びどころって違うと思いますので、まあ、そういったところを始める前の自分と始めた後の自分で、ご自身の比較してもらって、それで、ご自身の成長を感じられれば、うん、それだけでもこうスポーツを始めた、まあ、結果として大きな実績になると思います。ぜひやってみたいと思ったらどうすればいいんでしょうか？そうですね、まあ、私たち今回、もう400キロ離れた山形県から来ているので、さすがにね、じゃあ山形県にご連絡くださいっていうのはなかなか難しいと思うので、はい、この長野県の中でも、まあ、千曲市の中でどれぐらいのそのムエタイジムさんや、その、まあ、類似のキックボクシングのジムさんがあるか、ちょっと私正確な数はちょっと存じてませんけれども、ぜひやってみてければ、今回を機にですね、ご自身の地元の、ジムをインターネットで調べていただいて、で体験していただいて、体験してみて、あ、なんとなくこう雰囲気が合うななんて思えば、ぜひ挑戦していただければ、まあ、競技人口が増えていくことが私たちの願いですので、ぜひ目標に向かって頑張っていただきたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。今日お疲れ様でした、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。足、はい、足、足、オッケー、上手。はい、パンチ、シュッ、いい、パンチ、シュッ。